天気はすごいいいんですけど、僕あれ以来心が晴れないんですよ。何なんですかあれ、ボロ負けじゃないですか。あれじゃあ子供に見せられねえな。いやいや、もうアップしてるし。あれを見てパパに対する反応はどうだったわけ。いや見せてないですよ、 YouTube 見ちゃダメって言ってますもうガクさんあれですよね、 YouTube を分かってない。なんで視聴者の人たちが見たいのはガクトさんが負けるところだと思うんですよね。ガクトさんが後輩にしばかれるところちょっと待って。題してガクトを殴ってみたもうひたすらガクトさんが最後ガクってこう膝をつくとこまで僕にしばかせてください。で膝がついたら一言一言だけ言ってほしいんです。ギャフンってこれもうタイトルが読めるんだけど、はい、ガクトを殴ってギャフンって言わせてみたとかっていう、はい、そうです。なんかくだらないな。なんかそう何発殴るつもりなの。いやもう10発でも20発でも分かった。じゃあ、はい、切れないから、はい、80発にしよう。ほう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 。いいですか。もし僕が仮に倒れなかったら、はい、はいはい、とりあえず3発は殴らせろ。80発はガチで言っていいですか。ガチでいいよ。だって僕がガチで言ったら嫌でしょ。絶対うるせえよお前だろちょうどあの対決にふさわしいような巌流島みたいな場所があるんでこう撮らせてください。うわーこれ来た丸太来た回あったな。タイトル、ガクトを殴ってギャフンと言わせてみた。いやあの大魔ほんとひどいんですよ。ちょっと聞いてくださいよ。あでもちょっと僕の声とかだけはあのこれバレないようにしていただきたいんですけど、あの自分のことをチンってすごい呼んでくるんですよ。呼び方がひどくないですか。おいチンとかって言ってくるんですけど、それもチンじゃないですか完全に。でもその感じで言ってくるんですよ。すごいニコニコしながらやめてくださいって言ってるんですけど、できついトレーニングやってるんですけど、その最中にこう自分がバテたりとかするとおいカスみたいな、カスって言ってくるんですよ。でいやいや、せめてチンぐらい頭につけてくれよって言って、いやいやもうそれもおかしい話なんですけど、もうそれでもうチンスとか言われてもうめちゃめちゃ困ってるんですよ。もう本当にヨレさん倒しちゃってください。お願いします。行きますよ。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。鉄筋入れてます。鉄板入れてないよ。これひってえな。はい、よし。どうした。はい、ほら休むな。マスクずれてる。マスクもやっちゃう。できますか。サパス、はい、できますか。グローブ外してもらって、はい、はい、これあれですよね、僕も膝をつかなきゃいいんですよね。膝つかなきゃ大丈夫、はい、我慢って3発ああ、怖い。ちょっと待ってください。軽く軽くでお願いします。そこは本気で。うるさい、やめとけ。
軽くでお願いします。はい。ちょっと待ってください。はい。ここでしょ？ここだといいんでしょ？はい、行きますよ。行きますよ。はい。あの人はやっぱダメよ。あとでも上がってきたらもう2発行きましょう。ああ、オッケーオッケー、はい、ちょっと今の物足りないですよ、うん、やっぱ3発行った方がいいよね。そうですそうです、ここはやっぱり3発って、うん、行った方がいいね。膝ついてないんで、うん、僕もそう思う、うん、膝ついてるけど膝ついてるけど膝ついてるけど。ついてますね。完全についてます。戻ってきて。戻ってきて。めちゃくちゃ面白いな。もういいでしょ。ここまでここまで。もういいでしょ。やっぱね。本当全然加減してんのに自分から飛び込んだし今。追い込んで、ね、いや、まあ、今のは今のは今のは2人が荒ないわと。もういいが入りました。あんなわかるわ。あんなないわと。もういいが入りました。これ海に落ちた後これが濡れて息できない口の中にマスクが入って。よっしゃ行きますよ。まだ行くんですか。うん、行きましょう。3発の約束ですから。はい、行きますよ。はい、行きます。はい。ブー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 ハハ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 。あれは絶対聞いてない。死亡に守られたんです。はい、ということでですね、今回のガクトを殴ってみた企画なんですけど、勝負は引き分け。引き分けなんだ。僕も陸上では膝をついてないんで海には落ちましたけど2回。あ、そうっすか。はい、そうっすか。はい、絶対についてない。絶対についてない。本当ついてなかった。陸上ではついてないですね。本当ついてなかった。大丈夫、本当ついてなかった。膝ついてるけど。次です。この勝負は初の引き分けということで、はい、ただ昭和の男に引き分けてないじゃないですか、はい、次はですねスパーリング勝負でっていうか本当に修行してこないと死ぬよ。あのですね、時間をたっぷりください。ちょっとボクシングの世界チャンピオンのところに僕修行行ってきます。あのね、それこそ内山くんとか、はい、徳山くんとか、はい、朝倉未来とか、はい、習った方がいいよ。いやもうガクトさんを倒せる技に絞ってちょっとその戦略も含めて。ねえねえ、もうほんと何回も言うんだけど、はい、ミュージシャン
いやミュージシャン48歳全身狂気のグリコだとしか思ってないですねミュージシャン本当になのでですね、ちょっと日本に帰国したら僕ちょっと武者修行の旅にね、はい、あの出たいと思います。ああもうめちゃ噛みまくってたけどね。武者修行の旅に出たいと思います。はい、頑張ってください。整ったらまたちょっと挑戦状を送らせてください、はい、この巌流島で待ってます。いや、あの日本でやりましょうここでやったらただのストリートファイトになっちゃうんですからね、はい、なのでですね、ちょっとしばらく僕は武者修行の旅に出たいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、いや本当もう僕芸能人だね。カメラ回ってると我慢できるね。もうもしカメラ回ってなかったら3発で僕ゲロ吐いてたね。こんなにパンチって効かないもの。もう本当全力でやってたんですけど。ちょっとチェーン受けてみな。マジ？うん、今マルタに来て1ヶ月間ずっとトレーニングしてるじゃん。ちょっと10発受けてみ受け入れるかどうかやってみ。いきます。はい、お願いします。うわーい、うわーやばい。ほんとヨヘイさん倒しててください。お願いします。ヨヘイさん倒しててください。お願いします。うわーい、うわーやばい。うわThanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.